かしあん時の田所はホスピタリティって感じだったな。十傑の権限でいろんな国に行かせてもらったおかげだよ。そうだ、今度俺と食撃すっか。第一席の座をかけて。そんなこと食撃。まったく、君はいつも誰かに食撃をふっかけているわね。あ、だって誰とでもやるって言っちまったしよ。それは大いに結構だけれど、会場を調整するこちらの身にもなってちょうだい。いいじゃん、そんなの適当で。よくないわよ。というか本来これは十傑である君の仕事、総帥である私のやることではないの。じゃあこうしようぜ、俺に仕事やってほしかったら直撃で。やりません。いろいろありますが、私たちはみんな学園生活を楽しんでいます。もう私は総帥としての仕事があるから、あとは勝手におやりなさい。バーイ。大変そうだね、ナキリさん。2年生になってますます忙しそう。そうだな、けど1年坊主だったあの頃よりずっといい顔してんじゃねえか。うん、よっしゃ、今日も職業ぶつかり合うぜ。どうぞ中へ。またぶつかり合おうぜ。ね、ですよ。もう